後にじゃあ何かドナルド・トランプについてどう思いますか。いや、まあ、普通の大統領じゃないですか。すごいいい意見だ。ちょっと変わってるって言われるよ。そうドナルド・トランプで思い出したんですけど、2009年かオバマが大統領になった時に、あのラジオじゃなくてプライベートで招き猫さんにオバマ大統領はどうですかって聞いたんですよ。そしたらその時に招き猫さんはもう忘れてると思うけど、オバマ大統領はこうなるって言ったんです。それが俺の中ではかなり当たってるんですよ。だからちょっとドナルド・トランプはどうなるのかちょっと聞いてみたいなと。私やっぱりイチゴは嫌だったなと思う。ああそうですか。わかんない。わかんないそうです。トランプにはわかんない。なんか空回りさせられちゃうよね。させられちゃう。うん、だって理解者が足りないじゃん。まあそうですね、理解者はいないな、支援者が多いよ。理解者が足りないし、理解しない人に対して理解させようという努力が足りないじゃん。俺は理解をさせないことが彼の手口なんじゃないかって。そうですね、つまり俺もそれは、まあ、ここでうるさく言うでしょ、ここでは寛大にあるでしょ、そうするとみんなこっち行くじゃない。つまり自分の都合のいい選択肢にみんなを寄せていくのがうまい、さじ加減と直感を駆使して。詐欺師の典型的な。そうだからあれはその理解を されないまま自分の都合のいいように周りを動かしていくのがうまいタイプだから、だけどほら政治家ってさ、ビジネスとは違って、だからあのちょうどビジネスと政治の中間のを持った人を自分の側近に何人か置かないと絶対うまくいかないよね。ああなるほどなるほど。でその点はどうなんですか。なんかそうしていったらそんな感じの人がこう集めた気がしますけどね。そんな感じじゃないんだよ。だから。あ、違うんですか。うん、ちょっと、うん、どっち寄りなんですか。あ、ビジネス寄りなのかな。多分こっちですよ。ああなんか全員あの素人なんだから自分の答えしか。それでちゃんとトランプが言いたいことをあの政治寄りの人にも分かりやすく言ってくれるとかさ、そういう橋渡しをしてくれる人っていうのを選んでないところがちょっと今のところ失敗のもと。そこはやっぱキーですか。そこだと思うんだよね。鋭い。うん、それはそうだ、それ言おうとしたの。じゃあいいや。あ、以上で。